かっちゃんです。今日は今撮影終わりなんですけど、ちょっときょんちゃんが近くにいるので突撃します。突撃きょんちゃん、あっぱれございまして。きょんちゃんです。撮影お疲れ様です。撮影お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日はきょんちゃんにちょっとお願いをしようかなって。僕も入るんですか？はい。ちょっとダメとは言ってないけど、はい、いきなりすぎてびっくりしました。はい。まあ、でも僕は勝也くん好きですよ。ありがとうございます。超面白いし。ありがとうございます。何ですか今日は？はい、あの船でもらっちゃってください。もらってください。めっちゃ話してもらっちゃいましょう。だって言われたじゃん、くださいって、動画回しますって。だからいいよって言って、それ突撃踏み取るって言うからいいんだよ。すべて言っちゃった。持ってってくれ、バランスボール。もう少しちょっと駆け引き欲しかったんです。いいよ、じゃダメ。ください。ダメ。なんかそういうのじゃなくて、もし欲しいんだったらシューやって、このチャンネルでシューして、このチャンネルでシュー。僕のこと笑わせたらあります。パーセント選んでください。250。じゃあいきます。はい、ケンちゃんの船をもらうために。シューこなれてきたね。全力ですよこれ。ちょっと恥ずかしい感じが良かったんだけど、あげよう。ありがとうございます。素晴らしい。マイフレンズ。ありがとうございます。マイフレンズ。なんかもうちょっと話したかったんですけど、僕の家に今巨大なプールがあるじゃないですか。ある。でなんか。一家さんはさすがに持ち帰れなかったんですけど、きょんちゃんの船がすごく楽しそうだったので、やっぱイカダあげるよ。イカダでやって。イカダ僕のプール刺さってはないって水漏れるんです。確かに。じゃバランスボール使って、はい、なんかしてください。ありがとうございます。はい、マイバランスボール、フレンズ。センキュー、センキュー。ポンっていう感じでお家に帰ってきたので船持ってきます。マジででかいですよ。やばー、お家に入るとこのサイズです。超やばいんですけど、今ね僕のお家がねすごく狭くなってるんですけど、よいしょ、余裕で浮く。プールの分僕のねお家がすごく狭くなってるんですけど、お部屋も座れる面積が増えました。今めっちゃテレビとねすごい近い距離でね生活してたんですけど、こうすることで全く濡れずに、移動式ソファーだよこれ。めっちゃいいじゃん。うわーこれいいな、気持ちいい。ハンモックとかあるじゃん、あの気持ちよさだよね。バランスボールがプニプニで気持ちいいし、この波でゆらゆら揺れるし、うわーここで寝たいけど、もし寝返るって落ちたら最悪だな。めっちゃいいじゃんこれ、イエーイ。プールがねとにかくでかいからね、ぴったりサイズでした。さすがに僕が作ったイカダは入んなそうですけど、こりゃすごーい。立ってさ、きょんちゃんのあのミッションむずそうだったよね。目を閉じて何秒だっけ、うわむずっ、あやばっ。目を閉じて何秒だっけ、あれ足場がね結構あれ、あというか全然カメラ映ってない、やばっ。いやー、はい、1、2、3、じゃあ全然無理だ。さすがきょんちゃん、プールのバランスだけじゃなくバランスボールがねプニプニしてるからね、バランスボールで重心取りつつプールでプカプカするっていうすごい難易度高い。きょんちゃんよくクリアしたな。これで僕のお家にバランスボール島ができました。よければね、きょんぷむさんの24時間の動画まだ見てないって方はぜひ見てください。そして僕もこのプールで24時間あるのでお楽しみに。